おはようございます、しょぼうです。今回はノートレビュー、サニーノートです。ついにこの日がやってまいりました。レビューをするのにこんなに躊躇したノートは初めてかもしれません。何かというとですね、そもそも発売されてから時間が経っているということ、そしてまあおしゃれなノートですよね。というかおしゃれなイメージがありますよねと言った方がいいですかね。その辺で少し躊躇しておりました。ですが今回ね、頑張ってレビューしていきたいと思います。今回お話しする内容としましては、至れり尽くせりなんじゃないかというところなのに、意外とって言ったら申し訳ないですけど、押しが強くないさらっとしたノートだなって感想を抱きましたので、そちらのお話をしていきたいと思います。ガッチャ。今回購入したのはサニーノート、エンボス紙カバー、紙の方のカバーのホワイトです。まずパッケージ見ていきたいと思います。こちらビニールにここね、シールでアイコンがついておりまして、クリア、ポジティブ、フィールライト、それにこちらこうね、説明書きがついておりまして、見返すときにさっと引き出せる仕事ノート。そう、これサニーノート for ビジネスって書いてありましてね、あくまでこれは仕事用のノートだという宣言がありまして、インデックス、ページナンバーが振ってあるよと、もここに説明が書いてあります。こちらと同じアイコンがここにも書いてありまして、まあサニーノートなので晴れやかな気持ちでみたいな部分だと思うんですけど、こう明るくいこうぜっていうこと、ざっくりで申し訳ないんですけど、そういうノートコンセプトなんだと思うんですけどもね。サイズは A5 サイズ、157ページ、2.5mm グリッド。そして上にも書いてありますけれども、インデックスページとページネーテッドノート。ナンバーが振ってあるって意味でしょうね。スプリットガイドフォーマット。これはね、中で見てみるとわかるんですけど、分割線があるよっていうことだと思います。それからインデックスシール。インデックスを貼る部分があって、そこにシールが別でついておりまして、そういった説明が書いてあります。そして裏側行きますと、もうね、使い方ざっくり書いてあります。それとポケットがあって、サニーノートの特徴としてね、マンスリーだったりとか、その手帳っぽい部分が別冊になっていて、それをポケットに挟めますよっていう風になってます。そのあたりがですね、ちょっと私が身構えちゃった部分でもあるんですけれども、そういった説明が書いてあります。それではパッケージを取って見てみましょう。パッケージを取るとですね、非常にシンプルなデザインになっています。ここにサニーって書いてあるだけなんですよね。裏側も何もありません。やっぱりこれはビジネスで使ってくださいということなので、デザイン的にも落ち着いたシンプルなものってことなんでしょうね。そして私がね、一番最初に気になったところというか、ちょっと違うなと思ったのはゴムバンドですよね。と、丸い平たくないゴムバンドはもちろん他の商品でもあるんですけど、結構これが硬いです。硬めのゴムバンドでテンション高い感じです。でね、遊びもなくて、ここがちょっと他とはまず違うなと思いました。これ外していきますけど、これ、ね、結構ギリギリです。ギリギリ、これは何度も使っているうちに少し伸びるのを想定してのね、このきっちりさ加減なんだと思いますけれども、多少ね、やっぱりここに跡が残ってたりはします。ページを
開けてみますと、先ほどパッケージのところで説明がありました通り、ポケットがあります。こちらのポケットは上下からベロというんですか、出ておりまして、手前に挟んでもいいし、奥に挟んでもいいし、マンスリーとかのね、別売りの小冊子はこちら手前に挟むのがいいのかな。そしてちょっと落としたくないというか、ひとまず取っておきたいものは奥みたいな感じでしょうか。それからインデックスシールがここに入ってまして、1から12までですね、はい、数字が入ってます。これは後ほどノートページの方で使い方を見ていきたいので、これは説明は後ほどにしたいと思います。それからこのインデックスシールが入っていたところのポケット、これ多分名刺サイズというかカードサイズですね、カードサイズで挟めますよというものがあります。そして表紙、サニーという表紙が入っていて、これが厚紙になっています。多分まあこの後ろの段差対策ですよね、きっとね。硬い紙が裏側にも1枚入ってます。そしてそのまま裏側の説明に行きますけども、裏側のポケットは少し形が変わっていて、広めの空間になっていてね、ちょっとだけ差し込む感じで、これも下と右側の一つのポケットと上側から出ているもので、まあ、2段階で挟めると。そしてですね、元に戻りまして、For being yourself, write freely, pick up index、あ、ここ、ページナンバーですよね。それから、それを見て、easy to find ということで、自由に書いてインデックスで簡単に見つけられるよという説明がアイコンで書かれています。それと先ほど見えてますけども裏側、Wish you a sunny days, clear your mind and go breezy と書かれています。晴れやかな日々を、心がクリアで爽やかな、まあこれこっちに書かれるんですかね。クリアマインドで爽やかな、まあ多分サニーデイズを送ってほしいと願ってるっていうことなんだと。ごめんなさいね、英語適当でね、はい、日本語も適当ですけど、そんなことが書かれていて、まあこれがこのね、サニーノートという名前、それからこのデザインのコンセプトになっているといったところでしょうか。ざっくりごめんなさい。ここ次からノートとしての中身が始まっていくわけですけど、まずはインデックス、全ページ分インデックスがありますから、1,2 ページで同じものを書いたら多分3カラーとかっていう、こうちょっと隙間が空くような感じのインデックスになるんでしょうね、というのが見開きで全ページ分ありまして、次のページから、ま、書く部分が始まっていくわけですけれども、まずどっから行きましょうかね。紙質、紙質はザラザラとサラサラの中間ぐらいで、結構デコボコ感はあるような気がします。紙質が悪いわけではないですからね、そこは私そういうつもりはないんですけど、少しザラザラめ、ペンがかかりやすいっていうんですかね、そういった感じ。そして紙の色はまあグレーなんですかね、多少のグレーかな。そしてちょっとこうアップでお見せすると、ちょっとね小さくて見えにくいんですけど、グレーの経線でグリッド 2.5 ミリ、そして先ほどありました分割線が真ん中に1本、これ破線で入ってまして、まあ上下に分かれると。で横方向なんですけど、まず真ん中左右に分けられるようになって、それから多分これ3分の1線が入っています。それとですね、一応ここに濃いめのラインは入ってますね。これはでもミシン目とかではないみたいですね。はい。それとここ端っこ、ここに先ほどのインデックスシールを貼るためのガイドがついています。こちらですね、
今剥がしはしませんけど、こう当てるとだいたいこのくらいで貼れますよみたいな感じ。このシールもですね、ちょっとよく見えないかもしれないんですけど、ここの幅のね、真ん中に折り線あって、まあ、こういう感じでね、こういう感じで貼るとぴったりに作られています。で、まあ、12個あるので、12ヶ月分貼れますよというところです。プラス、こちら、ここの部分ね、数字が書いてないインデックスもありますから、違う用途のものも作れるなっておりまして、こちらのガイドに合わせて貼ると、綺麗に貼れますよ、みたいな仕様になっています。それと、まあ一応先ほどから何度もお話ししてますが、ここね、ページにナンバー振られているので、インデックスを見て、このナンバーを見て、早くそのページにたどり着くことができますよといった仕様になっております。まあ、それが157ページありまして、先ほど厚紙ついているとお話ししましたけども、まあこういったことで一通り見ましたよと。ね、あ、そう。リング。リングが上下に分かれていて、まあちょっとね、リングの量が多いので手に当たりませんよってことにはならないんですけれども、一応こう分割してついてますという感じです。さてさて、これどう評価しようかなって、私評価とか言ってますけど、そんな偉そうにね、どう感じたかっていうお話をするんですけれども、私が構えてしまっていた、ちょっと躊躇していた部分っていうのは、実は私の勝手な印象だっただけで、とてもシンプル、あっさりした本当にノートだなって、こういう言い方おかしいですけど、ちょっと私の受けた印象の中で手帳だなっていう、身構えちゃってる部分があったんですけど、改めて全部見てみると、まあノート当たり前の話、ノートだなと。しかも仕事で使えますよっていう風に歌っているぐらいなので、見た目がとっても落ち着いた感じ。そのね、わからないんですけど、すごくこう、なんだろうな、眩しい感じだったんですよ、印象が。それが落ち着いたノートで、好ましいノートだなって思いました。眩しいなっていうイメージがあったのは、何でしょうね、 YouTuber さんだったり、そもそものコンセプトワークのこう感じだったりするんでしょうかね。まあそういった誤解が私の中で解けまして、冒頭でもお話ししましたように、結構ポケットがたくさんついてたり、インデックスがあったり、分割線があったりね、して至れり尽くせりな感じなんですよ、ノートとして。まあバレットジャーナルに使うのに向いてるかなっていうのはもちろんありますし、インデックスシールもついていて、全体的に至れり尽くせりだという感じなのに、実際こう開けてみると、よくある日付書く欄とかなくて、1日1ページですよとも言われない。分割線だって先ほどねちょっと迷ったんですよ、ここに3本あるけど、こことここにないのかなみたいな、ちょっと探しちゃうぐらい、特に濃淡に強い差がない。ここにねポチッポチって、先ほどお話ししませんでしたけど、点が打ってあったりはするんですけど、まあそれも最低限なので、押しが強くない、本当に軽い感じで書けるかな。デザインもね、グレーなんですけど、差し色で黄色、サニーですから黄色が入って、サニーですからっていうのもおかしいな黄色が入ってまして、デザイン的にも単純にシンプルなだけじゃなくて、一工夫あるっていうこと。先ほどのインデックスシールも黄色がね入っていって、色の変化としてグレーに向かっていくっていう、この2つの色の組み合わせで統一感がある。まあ当然なんですけども、はい、こういったシンプルでデザインだけど押し付けが強くないというノートでした。誤解しててごめんなさい。それで一つだけ
問題があるとするならば値段ですよね。ちょっと税込み1760円、ちょっと悩ましい数字ですね。似たようなノートと言ってしまうと申し訳ないんですけど、まあなんとなくイメージが重なるセプトクルールに比べてちょっとお高めなのが気になるかなと思わなくもないのが、そこ1点ぐらいですかね、気になるところは。では恒例裏抜けチェックに行きたいと思います。先ほどからちらちら見えてましたけれども、こちら今回は丁寧バージョンです。使ったペンはサラサドライエナージェル、サラサクリップユニボール版サファリのローラーボールとクリーンカラードットです。ちょっとね、ちょっと長めに書いてみてますよ。こんな感じで書いてます。字が下手なのはお許しください。では裏側、よいしょ、どうでしょう。サラサドライエナージェル、サラサクリップユニボール版サバリクリーンカラードットで、気になるのはここ二重に四角を書いたサラサドライなんですけど、ちょっとこれはね、染みてるというよりは色が濃いだけのような気がしていて、基本的にはどれも裏抜けはしていませんということで、だいぶ優秀です。ほとんどのペンで裏抜けを気にすることなく使えると思います。先ほどお値段のこと言いましたけど、妥当なのかもしれませんね。もし似たようなノートでこれより安いものがあっても、それはそちらが安いのではということにしたいと思います。はい、そんな感じでですね、といったところで私の誤解がちょっと大きかったかなっていうところで、素直にいいノートだなって今は言えます。それからお値段はまあいろいろ考えるとそうなのかな的な、もっと安かったら嬉しいなっていう感じですかね。あとはこの紙ですね。紙の表紙が使い込んでいった時にどうなるかっていうのはちょっと気になるところではありますけれども、パッケージとしてまとまり感がすごくいいです。シンプルで仕事で使える落ち着いた感じもあります。そうですねこう褒めてばっかりだとね、ついついこうマイナスなことも言わないと、そのレビューとしてバランスが悪いなって思ったりするんですけど、まあ大体お値段を気にされる方は私が言わなくてもちょっとなって思うかもしれないので、ほどほどにお話ししようとは思っておりますけれども、その値段から来る気合の入り方もちょっとね、私には思うところがあって、いいノートだ、そしてそれに見合う値段の時に使う側が気合入りすぎて空回りしたりとか、書けなかった時に後ろめたさがあったりとかで挫折しやすいことがあるよねっていうところが気になりますね。なんかちょっとノートに慣れてからこれ使ったら、サニーノートによって自分も少し上に行ける、うまく使えるかなって思ったりはします。あんまりね、上級者中級者とか初心者とか言いたくはないんですよ、別に。なんですけど、慣れた人が使うといいのかなって思うようなノートではありました。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。以上、書房でした。ではまた。